三匹の子豚。昔あるところに三匹の子豚が住んでいました。一番年上の子豚は怠け者で昼寝ばかりしています。二番目の子豚は食いしん坊で一日二回もお昼ご飯を食べます。三番目の子豚は働き者でいつも畑を耕しています。ある日お母さん豚が子豚たちに言いました。お前たちも大きくなってもう一人前ね。みんな一人一人自分のお家を建てて暮らしなさい。子豚たちはびっくりしました。でもお母さんの言いつけですから仕方ありません。子豚たちは家をどこに建てるか相談しました。一番目の子豚は言いました。僕は山のふもとにするよ。二番目の子豚も言いました。リンゴの木があるから僕は山の真ん中にするんだ。3番目の子豚はこう言いました。僕は山のてっぺんさ。1番目の子豚は藁をいっぱい集めてきました。お家を作るには藁が一番、軽くて簡単、すぐできる。1番目の子豚はあっという間に藁の家を建ててしまいました。わーい、僕が一番。1番目の子豚は早速藁の家に入ってお弁当を食べました。そしてそのうちにぐーぐーいびきをかいて昼寝を始めました。そこへ2番目と3番目の子豚がやってきました。やっぱりお兄ちゃんは早いね。でも藁のお家はすぐ壊れちゃいそう。2番目の子豚は考えました。僕はもっと丈夫なお家にしたいな。そうだ、木のお家を作ろう。そしていっぱい薪を集めてくると、トタントタントタントンタン釘を打ちました。ほーら、できた。木のお家がやっぱり一番丈夫でこんなに立派だよ。一生懸命働いたからお腹がペコペコになっちゃった。そう言うと2番目の子豚はあっという間にお弁当を平らげました。さあ、まだ家ができてないのは3番目の子豚だけになってしまいました。お兄ちゃんたちはずいぶん早かったな。3番目の子豚はしばらく考え込んでいました。よし、僕は一番丈夫なレンガでお家を作ろう。風が吹いても嵐が来てもレンガのお家なら大丈夫だもん。そう言うと重たいレンガを運び始めました。よいしょよいしょ、レンガは重いな。汗を流してレンガを運び上げると、今度は一つ一つ積み上げていきます。そこへお兄さんの豚たちが様子を見にやってきました。まだできないの？もうすぐ日が暮れちゃうよ。ずいぶんのろまだな。そのうち夜になり、お兄さんの豚たちは呆れて自分の家へ帰っていきました。夜遅くなってやっとレンガの家が出来上がりました。わーい、できたぞ。3番目の子豚が喜んでいると、ウォーンと狼の遠吠えが聞こえてきました。狼は子豚たちの様子を見ていたのです。次の日、狼は藁の家にやってきました。ドアを開けろ。やだよ。1番目の子豚は必死になってドアを押さえました。それならこんな家吹き飛ばしてやる。狼は藁の家にふぅと息を吹きかけました。藁の家はバラバラに吹き飛ばされてしまいました。ブイー、助けてー。1番目の子豚は必死になって逃げ出しました。うおー、待てー。1番目の子豚はやっとのことで2番目の子豚の木の家に逃げ込むと、バタンとドアを閉めました。ドアを開けろ。やだよ。子豚たちは抱き合ってブルブル震えました。すると狼は、それならこんな家ぶち壊してやる。こう言うと木の家に体当たりしてきました。ドッカーン。木の家はバラバラに壊されてしまいました。ブヒー、助けて。子豚たちは必死になって逃げ出しました。うおー、待てー。1番目と2番目の子豚はやっとのことで3番目の子豚のレンガのうちに逃げ込むことができました。ドアを開けろ。
やだよ。お兄さんの子豚たちはブルブル震えました。それならこんなうち吹き飛ばしてやる。狼は大きく息を吸うと、レンガのうちにふうと息を吹きかけました。でもレンガのうちはびくともしません。3番目の子豚は落ち着いていました。レンガのお家は丈夫だから心配いらないよ。ところが狼は、それならこんなうちぶち壊してやると勢いよく体当たり、ドシン、ギョーン、いてててて、狼は怪我をしてしまいました。子豚たちがほっとしていると、今度は狼がハンマーを持ってきて戻ってきました。今度こそこんなうち壊してやるぞとハンマーを振り下ろしましたが、ガツンポキギャオーン、いてててて、ハンマーが折れて狼に当たり、頭にコブができてしまいました。狼は諦めてとぼとぼ帰っていきました。万歳、子豚たちは大喜び。安心したらお腹が空いたい、リンゴを取りに行こうと外に飛び出していきました。ところが狼はこっそり隠れて子豚たちの後をつけていたのです。うおー、今度こそ食べてやるぞ、うわー逃げろ。子豚たちは大慌ててリンゴの木によじ登りました。木登りができない狼は子豚たちが降りてくるのを待つしかありません。そのうちにますますお腹が空いてきました。すると3番目の子豚が言いました。狼さん、リンゴをあげようか。うお、それはありがたい。狼はリンゴを受け取ろうと待ち構えました。ほーら、あげるよ。3番目の子豚はわざと遠くに放り投げました。リンゴはコロコロ坂を転げ落ちていきます。狼はリンゴを追いかけている間に、子豚たちはレンガのうちに逃げ帰りました。さて、カンカンに怒った狼は、そうだ、今度は煙突から中に入ってやろうとレンガのうちにはしごをかけました。それを見てお兄さんの豚たちは真っ青になりました。でも3番目の子豚は落ち着いています。大丈夫だよ、お鍋にいっぱいお湯を沸かすから手伝って。煙突を降りてきた狼はぐらぐら煮立ったお湯の中にドボーン、ギャーン、熱いよ。お尻を大やけどした狼はもう二度と子豚たちの家に近寄らなかったそうです。それから3匹の子豚たちは仲良く幸せに暮らしましたとさ。おしまい。